Thank you for joining us today. Now, the keynote to show commands. This is a video. 皆さん、次のセッションです。こちらはキーノートにゲルト・ミラー、ユニド事務局長のビデオメッセージをいただいておりますので、お聞きください。ご臨席の皆様、ウィーンのユニドからご挨拶申し上げます。アイセフは長年にわたり気候変動への対応におけるイノベーションを促進するため世界中のステークホルダーを集めてきました。今回の10周年記念フォーラムに際し、主催者であり長年のパートナーである日本の経済産業省新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO にお祝いを申し上げます。皆さん、世界は気候変動の影響、パンデミック、ウクライナ戦争の影響などいくつもの危機に直面しています。これらはすべて最も貧しい人々に最も大きな影響を与えています。グローバルサウスの国々にもまた失業率の上昇、エネルギー、食料、債務の危機に直面しています。アジェンダ2030は今危機に瀕しています。 SDGs を実現するためには変革が必要です。手頃な価格で実用的かつ現実的な解決策がすでに存在しているというのは朗報と言えるでしょう。世界的に見れば飢餓のない世界を作り、地球を守り、気候変動を抑制するための技術や知識はすでに存在しています。さらに持続可能な産業開発は雇用を創出し、価値観を共有し、経済を多様化させる、また革新的なシステム、製品、サービスを生み出す原動力にもなると言えます。私の座右の銘がイノベーションによる進歩であるゆえんです。例えば産業の脱炭素化に取り組む中でのグリーン水素エコノミーの発展は大きなチャンスをもたらします。新しい技術的解決策は従来の生産消費パターンを変え、循環型経済への道を開きます。しかし我々はこの努力を加速させなければなりません。そのためにはより統合された国際協力と連帯が必要です。ユニドは皆様のパートナーの組織です。ユニドにはそのための専門知識のネットワークがあります。私たちはノウハウと技術の国際交流を促進し、官民両部門が関与する必要な投資を促進してまいります。ご列席の皆様、イノベーションの促進を通じてより持続可能な社会に向けた共通のビジョンを共有する機会をいただきましたことに改めて感謝申し上げます。皆様のご健勝をお祈り申し上げます。ありがとうございました。